高木金弘、肖像画。高木金弘生誕の地木園広場内の案内版より、高木金弘大正9年4月13日は、日本の海軍軍人、最終階級は海軍軍医総監。医学博士、男爵。東京寺警会医科大学の創設者。格下の撲滅に尽力し、ビタミンの父とも呼ばれる。当時日本の食文化では、馴染みの薄かったカレーを、 活家の予防として、海軍の食事に取り入れた。高木金弘の銅像薩摩藩合氏、高木木助賢治の長男として、日向国書県軍、牧田数九号に生まれた。通称は東四郎、牧縁と合した。18歳の時から、薩摩藩乱法医の石上良作に支持し、母親戦争の際には、薩摩藩兵の軍医として従軍した。明治2年。 海正書洋学局に入学し、英語と西洋医学を学んだ。明治3年、薩摩藩によって創設された鹿児島絵学校に入学すると、校長のイギリス人、ウィリアム・ウィリスに認められて、教授に抜擢された。明治5年、海軍医務行政の中央機関、海軍軍医療の幹部になった石上の推挙により、一等軍医服として、海軍入りした。 海軍病院勤務の傍ら病院や軍医制度に関する権威を多数行い、この年に大軍医に昇進。軍医召喚であった明治8年、当時の海軍病院学者教官のイギリス海軍、軍医アンダーソンに認められ、彼の母校聖東マス病院医学校に留学。在学中に最優秀学生の表彰を受けるとともに、英国外科医、内科医、 三回の資格と英国医学校の外科学教授資格を取得し、明治13年帰国。帰国後は、東京海軍病院長、明治15年には海軍医務局副長見学社長と海軍医療の中枢を歩み、最終的に、明治16年海軍医務局長、明治18年には海軍軍医総監の役職を歴任した。この頃、遠洋航海実習を利用して、 格計と栄養素との因果関係の実験観察を行っている。明治21年に本最初の博士号授与者の列に加えられ医学博士号を授与された。明治24年に軍に等、さらに日露戦争で格計予防として爆犯の有効性が注目されていた。明治38年には家族に列せられて男爵位を授けられた。高木ら海軍医務局は当初、 前述の実験結果によりパン食を推奨したが、当時の日本人にはパン食をどうしても嫌う者がいたことから、原料である麦を直接爆飯として食べさせることとしていた。この除訓時、人々は親愛と揶揄の両方の意味を込めて、彼のことを爆飯男爵、爆飯君にとうと呼んだと伝えられる。明治25年予備役となったが、その後も東京時刑委員。 東京病院等で臨床に立ちつつ、貴族院議員、第二本医師会会長、東京市教育会会長などの養殖についた。1914年3月1日に退役した。大正9年4月13日、自邸内で散歩中に脳一血を起こして倒れ、死去した。死去の直後に、12位と訓位等局実大受賞が追贈された。高木は、日本の医学会が、 東京帝国大学医学部、陸軍軍医団を筆頭に、ドイツ医学一式で、学理第一、研究優先になっているのを憂い、英国から帰国後の明治14年、前年に廃止された、慶応義塾医学所初代校長、松山宗安らと共に、臨床第一の英国医学と、患者本位の医療を広めるため医学団体誠医会と、医学校である、誠意会講習所を設立する。 当時、講習所は、夜間医学塾の形式で、講師の多くは高木をはじめとする海軍軍医団が、務めた。正医会講習所は、明治18年には、第一回の卒業生を送り出し、明治22年には、正式に医学校としての認可を受け正医学校と解消した。さらに、明治15年には、芝の天皇院に、貧しい患者のための施療病院として、 有志協立東京病院を設立、院長には、当時の上官である、海軍医務局長、戸塚文会を迎え自らは副院長となった。そして、徳川家の財産管理をしていた元海軍卿、かつ海修の資金有志などを受け、払い下げられたあたご参加の東京府立病院を、改修し、有り川の宮武人親王を総長に迎えて、明治十七年に転、明治二十年には、 総裁に迎えた、証券交代号から、時計の名を賜り、東京時計委員と解消してた木が委員長に就任した。一方、ナイチンゲール看護学校を要する生徒を増す病院で学んだ経験から、医療における看護の重要性を認識し、その担い手となる看護婦の育成教育にも力を尽くした。陸軍教、大仙岩の夫人、捨松ら、 婦人寺前回の講演もあって、明治18年に本発の看護学校である、有志協立東京病院看護婦教育所を設立し、米国選挙シリードらによる看護教育を開始。明治21年には、小健康代合臨席の下、第1回卒業生5名を送り出した。この3つはそれぞれ後に、東京慈恵会医科大学、東京慈恵会医科大学附属病院、 自警看護専門学校となり、現在に至っている。日本軍で流行していた活形について、第日本帝国海軍医務局副長就任以来、本格的にこの解決に取り組み、海軍では、閉職改革の結果、活形新患者数、発生率、及び死亡数が、明治16年から同18年にかけて激減した。高木は、明治17年の軍艦、つくばによる、 公開実験もいて、この閉食改革の必要性を説いた。この公開実験は、日本の疫学研究の走りであり、それゆえ高木は、日本の疫学の父とも呼ばれる。その後、いわゆる海軍カレーが、か気撲滅に一役買ったとも言われている。明治18年3月28日、高木は、大日本私立衛生会雑誌に自説を発表した。しかし、 高木の格気原因説と麦飯優秀説は原因不明の死病の原因を確定するには根拠が少なく医学論理が粗雑だった。このため東京大学医学部から次々に批判された。特に同年7月の大沢賢治による反論の一部消化吸収試験の結果により食品分析表に依拠した高木の説は地上の空論であることが実証された。 その大沢からの反論に対し、高木は反論できず、大日本帝国海軍での兵食改革の結果をいくつか公表して沈黙した。後に、高木は当時私学会に一人としてこの辞説に賛する人はなかった、たまたま批評を加える人があれば、それはことごとく反爆の声であったと実感している。当時の医学会の常識としては、食物が不良なら体が弱くなって万病に、 かかりやすいのになぜ食物の不良が活気だけの原因になるのかとの疑問を持たれ高木が優秀とした麦飯の不祥化性もその疑問を強めさせたこのように高木の説は海軍軍医部を除き国内で賛同を得ることがほとんどできなかった一説には海軍軍医部は日露戦争の戦訓も踏まえ海軍の兵食で活気を 根絶したと過信してしまったのではないかとの見解もある。しかし現実には、高木とその公認者たちのような薩摩閥ではなく、東京大学医学部卒の医学博士、本田忠夫が海軍省医務局長になった、大正4年12月以後、海軍の格気発生率が急に上昇した。昭和3年には1,153人。 日中戦争が勃発した昭和12年から同16年まで1000人を下回ることがなく12月に太平洋戦争が勃発した昭和16年は3079人の患者が発生した一説にはその理由として閉職そのものの問題感染の行動範囲拡大高木の各家原因説が医学界で否定されていたにもかかわらず高木説の影響が残り タンパク質を考慮した公開食になっていたこと、海軍の角気は根絶したという進行が崩れたこと、角気診断の進歩もあって見過ごされていた患者を把握できるようになったことなどが原因とする見解もある。爆犯を推奨していた高木が再評価されるのは日露戦争後であり、また角気と食事の関係に着目した取り組みの延長線上にビタミンの発見があった。 欧米においては、高木の業績に対する評価は、極めて高く、フィラデルフィア以下大学、コロンビア大学、ダラム大学から名誉学位を授与されており、ビタミン、栄養学に関する著名な書物の多くで、高木の業績が詳しく紹介されている。高木は、都市衛生において、貧民サンプロンを提唱している。加藤貧民の市内に、住居に、多たへへさる者派、 皆さんて田舎に福部氏なりという東京から貧民を追放しようという今日から見れば非人道的なものであった。それに対して人道的立場から反対したのが海軍の兵食改革を批判する陸軍軍医森林太郎であった。ありがとうございます。